今日は日本のフォーク、いわゆる和製フォークというものを取り上げてみたいと思うんですけども、これはまあアメリカのフォークソングの、演奏形態というかな、まあ、楽器構成というかそういうものを取り入れながら、日本人独自の歌詞というか叙情性豊かな歌詞とともに、まあ、一つのジャンルを作ってしまったんですけども、まあ、ギター奏法としましては、なんていうかあまりこう難しいことはないんですけども歌の方の雰囲気に入っていかないとなかなか難しいという、そしてまあ一番弾き語りに適していると思いますので、ギター演奏だけというよりも、まあ、自分で弾きながら歌うというこういうところに、重点を置いて練習したらいいかなと思うんですけども、今日はその石川貴彦さんがオリジナルをちゃんとアレンジしていたというね、この22歳の別れを聴いていただきます。私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。ご苦労様でした。これは演奏するのって久しぶりでしょ、これ。ああ、もうレコーディングした時以来だからもう20年弾いてんのかな。20年弾いていない。これだからオリジナルのレコーディングは石川さんがアレンジしたんですよね。僕はギター弾いて、かぐや姫で初め出して、その後伊勢作った伊勢正蔵、正彌が風というグループに独立して1枚目初めのアルバムでまた再アレンジで。もちろんでもレコーディングの時は石川さん全部ギター弾いてるわけですよね。そう、こういうののもアレンジっていうのは元からだいたいこういうちゃんとこの弾き方の曲だったんですか？
うん、比較的この曲あのいわゆるスリーフィンガースタイルで、うん、あのちょっと跳ねてるシャッフル気味にちょっとスイングしてるいわゆるスリーフィンガースタイルってやつで、これはスリーフィンガーになるのかな。そうだね、やっぱりね、これが跳ねなければ、これアメリカのファクソングっていわゆるこういう方ってないですよね。まあ、ないんだよね、このリズムないんだよね。しかもこのいわゆるマイナーをこうベタって弾くっていうのもいないね。これがやっぱり日本のいわゆる和製フォークっていうのが特徴なのかな。特徴だね。大体これで全部の曲歌えますか。このリズムの曲ってかなり多いよね、あの日本のフォークにはね。いわゆるだからこれ、つまりだからこのなんだろう、これは G マイナー、こういうこのこれがいわゆるこういう風になってるわけですよね。これなんかまああのそんなに難しいものではスリーフィンガーが弾ければ弾けると。あ、これは比較的あの最もシンプルなスリーフィンガースタイルで、だから弾き語りのスタイルとしては結構楽な方だと思うけどね。あとなんかこう日本のフォークのこうコードの特徴とか、比較的あんまりこうハイコードとかあんまり使わない。うん、やっぱりあのその弾き語りの人っていうのはやっぱり歌いながらっていうのが前提にあるから、ああ、なるほどね、もう確かにこう使って効果的なのはあるんだけども、うん、やはりこの辺でコードのローコードで歌うっていうのがなんかもう、まあ、どちらかというとだから歌伴奏、そうだね、大概サイドギターとか他のそういう人がちょっと難しいことをやって、ね、ついてますよね、うん、昔のグループっていうのはね、うん、まあ、そういうのがまあ特徴っていうか、まあ、日本人が作り出しちゃったものなのかな。そうだね。それとあとこれは全然チューニングが、チューニングってこれ弦が違うっていうか張り方が、そうそう、これどうなってるんですか。ナッシュビルチューニングといって、あの4弦 3,4,5,6 弦が通常のギターよりも1オクターブ高いわけ。また戻っちゃってるわけですね。そうそうそう、ここから、うん、これじゃあこの弦はこれ何の弦張るんですか。ここはこれがね、ギターの1弦1弦1弦2弦なんだけども、1弦1弦2弦これが4弦、うん、今ちょっとカプタスをしてるけども、E の音を G まで上げるから、うん、僕はエレキギターの細い一番細い、うん、エクサライトっていう弦の 0.08 を3弦に張って、でこの4弦はミディアムゲージかヘビーゲージの 1弦を張って、それで5弦はその太いミディアムかヘビーの2弦を張って、6弦は通常のギターの3弦を1度半下げてるっていう。なるほどね、うん、でイントロができると。そう、ちょっとこれはね、うん、コードフォームは全く一緒で、うん、こうなるね。そ, ね、うん、それでこのもちろんこれだけでスリーフィンガーとか弾いてもいいんだけども、一番このナッシュビルチューニングの特徴っていうのはナインスとかそういう音を入れると、すごい複雑に聞こえる。例えば、うん、C の形を弾くときに通常の C を弾くよりも、ここにアド2とかこれ入れたり、さらに4度の音を入れると、すごいことをやってるように聞こえる。もうすごく指が、うん、だからね、よくね22歳の別れの歌のテキストとかでナッシュビルギターっていうのを分からない人が財布なんかすると高い音が入ってるから、ね、すごいすごいことを弾かなきゃならないな。この辺でね、弾いてるような方なって、すごい難しいんだけども、これ、まあ、何のことはない、種を沸かせば何のことはないって感じ。綺麗ですよね。これはね、これ、うん、なんででもナッシュビル中に、ナッシュビルで誰かが考えやすい、ね、まあ、そう呼ばれてる、うん、普通は何弾くんですかこれで。例えば日本のフォークじゃなくて、その向こうで、うん、よくねストロークで
わゆるテナーギター、テナーギターとか、うん、チャランゴ的なイメージとか、いわゆるマンドリン系とか、うん、ティップルとか、そうそう、ティップルとか、ああいうイメージで弾きたい時に、うん、このストロークでカントリーなんかでも確かにあるね、うんうん、なるほどね。これはでも一つ、これ普通のギターでいいんでしょ、ギターは。そう、単にそのチューニングを変えちゃえば、うん、まあ、これはちょっと小ぶりではないね、小ぶりですよね、これね、うん、これはね、12弦、うん、まあ、簡単に言えば12弦ギターのー高い音だけを、あ、うん、なるほどね、そうとも言えるやってるってことだね、うん、でもこれいちいち張り替えの面倒くさが、まあ、1台持ってると便利ってこともないけど、まあ、アンサンブルなんかやる場合はこうやってみるとなかなか面白いっていう、うんうん、このギターでいわゆる、いろんな形を同じコードの中でも、うん、テンションみたいなのを少し足して、それと高音だとすごいあのハープシコードとかチターみたいな、あの、なるほどね、そういう効果的な使い方もできるし、非常にあのこれを覚えておくと有効な手段だと思うよね、うん、秘密をここに明かす、うん、だからあのさっきの曲みたいに同じカッパタストの位置で2台で弾いても、通常のギターとこれと弾くと、うん、あのかなり違うポジションで弾いてるような、音域的にあのかなり高2オクターブ、3オクターブになる。だからアンサンブル聴くとあの、うん、12弦みたいな音になってるんですよ ね、うん、でもそうではないという、うん、なるほどね。あとあのこういう技術の分かれだとハーモニクス使ってますよね、はい、こういう曲でね、そうか、 G マイナーだからなんだ、うん、こうそうそう、これあれはまあこれといって別に練習するというもんでもないですけど、うん、まあこれは12フレットと5フレット7フレットがありますよね。そうそう、これはいわゆるこの弦調っていうのがあって、 弦のフレット関係なく弦の真ん中2分の1の1と4分の1、3分の1、あ、それでそこが6分の1となってるんだけども、だから通常はねハーモニクスってあの12フレット確かに7フレットなんだけども、うん、これをもう無限に鳴ってるわけだけども、これがもう聞こえないけども、実際はだからこのハーモニクスとはいわゆるギターのこの倍音を生み出してるっていうか、あのなんかを弾いた時にその音に反応して、聞こえないけどなんか鳴ってる、それがやっぱりあのアコースティックギターのは特にあのバイオンね、ピアノとかそういう、うん、さっきのだから22歳の別れではこれはどこで鳴らしたんでしたっけ、まあ、あれ G マイナーだけども、あれはだからそこのカポをしたいとこから数えて7フレット目っていうね、7フレット目ちゃんと、うんうん、カップなしだといわゆるで、いわゆる ここの形っていうのはドミナのとこで鳴らしてるわけですね、うん、この中のいわゆる3本を2弦3弦4弦をハーモニクスしてるんだけども、うん、この音は D のこのコードのオクターブ上ってことだよね、うん、ここで押さえる押さえたこれがハーモニクスと、これになってると、うん、なるほど、でもハーモニクスだけで曲を聴いたりもするしね、うん、あのまあ、あのこうやってね、うん、やれば全部やる人だから、うん、曲弾きというかなんできますけどね、うん、まあ、そんなの組み合わさってこの曲ができてると、うん、そうですね、まあ、だから一人で夜にでもこっそり練習するには適してるでもあのチューニングしないとね、そうだね、まあ、なくても普通に G マイナーでこうやって、うん、こうやってやればいいわけですね、わかりました。石川さんは、まあ、かなりの数のレコーディング知ってるでしょ、いわゆるその、うん、まあ、日本のフォーク系というかシンガーソングライター系でいくと、そうだね、あのいわゆるギターのいわゆるプロになってからちょうどその頃にあの第一次フォークソングブームがあって、まあ、その頃はから数えるとかなりの、だから僕なんかがそのいわゆるフォークルセダーズってやった頃は、うん、まだこうなんていうのかな、まあ、僕たちもその日本語の歌でオリジナルをやってましたけども、うん、いわゆるその日本のフォークソングという形のああいう形態は、うんうん、とはまたちょっと違ったんだけども、うん、それでその当時だと拓郎かな、
なんかがまあ何でも仲いいですけども、うん、まあギター結構好きでいろんな、ね、あげたりもしたんですけども、ね、あそうですか。拓郎のも結構やってるし、いっぱい拓郎、うん、とは結構元気ですっていうアルバムがあって、その時に全曲一緒にやって、その頃旅の宿とかね、うん、ギタースタイルってなんだろうな、フラットピックでこうやって言われる、まあ、ディランかな、そうだね、ボブ・ディランが好きで始めてボブ・ディランのギターをコピーして、だからそういう影響っていうのは確かにあるよね、うん、はっきり僕の髪を結婚しようよとかね、あれは僕がアレンジしてるんだけど、ああいう曲が できるっていうのはやっぱりなんかボブ・ディランのこれのまあなんとなく流れっていうか、うんうん、そういうのが見えてね、うん、あとはそうだな、みんなそれぞれのほらルーツっていうのがあって、うん、岩瀬くんなんか完全ビートルズだもん ね、 ね、すごい詳しいんですよね、からね、全部、うん、ハーモニーまで全部知ってるという歌詞はもちろんだけど、あ、うん、あとだからあとギター、いわゆるフォーク系でギターが上手い人って誰かな、うん、ギターのこと詳しいしかなりやるなと思うのはさだまさし、あ彼は、ね、彼のルーツどういう音楽をよく聴いてたかよく知らないんだけども、なんか弾き方の感じってポール・サイモンの昔のポイントでしょ、うん、サイモンとガーファンクルの影響なのかな、いわゆるスリーフィンガースタイルのなんかこうハイコードでこう、いわゆる開放弦とハイコードをうまくミックスして、だからもうしょっちゅうギターを触って、あこんなのいいなとか、そのイメージで曲を作るみたいな。あとスリーフィンガーもすごい律儀に弾くでしょ、こうなんか僕はあまりよく知らないんだけど、なんか感じとしてなんかこうちゃんとインチキにうーってやっちゃうんじゃなくて、ちゃんときっちりこう、ね、しっかりしギターですごい表情も出すし、弾き語りでね、一本のギターでやっててもなんか単にアルペジオを弾くんじゃなくて、必要なところにね、こういうここだっていうところにね、単にこう普通にアルペジオして歌うんじゃなくて、アルペジオの中でもすごく考えてる、ギターと歌が同次元でこう進行してるみたいな、ですごいなと思う、うん。あとまあ最近ではあんまりそのギター一本で何かやるっていうのは非常に少なくなってきて、うん、まあ逆のね、うん、アンプラグドみたいな感じのもありますけども、うん、ああいうそのいわゆるこう和製フォークの感じのギターで一本で歌うって人はなかなかいないっていうか、うん、なんでこれこう廃れてしまったことはないんだろうけども、最近ね、うん、最近の使われ方としては大体ギターでこう入っても必ず2コラス目からはドラムとかダーンと入ってきたり、うん、そういういわゆるギター一曲最後までギター一本で歌っちゃうっていう姿あんまり最近見てないな、うん、なんかレコーディングで石川さんがこれが一生に残ってるみたいなのってなんかあります？一番初めの頃からするといわゆる花嫁とかね、花嫁も石川さんがやっていた、知らなかったそれは。もう花嫁のイントロっていうのはね、自分の中で今思うと、僕は学生時代にブルーグラスとかカントリーをちょっとやってたんだけども、今思えばあその影響フラットピックのそのままだなっていう、いわゆるこれはこういうんだと、こんなこういうイントロを弾いてたんだけども、これ今思えば完璧にフラットピックでカントリーの そこだけ取ると全然なんか単なるカントリーカントリーだよね、うん、その時は自分ではそういう意識全くなく、その時思いついたフレーズを弾いたんだけども、今思うとやっぱり自分のルーツっていうか、初めアマチュアの頃にやってたギタースタイルっていうのははっきり出てたし、今でもやっぱ出てくるね、うん、やっぱりなんかこういうなんて言うんだろう、フォークの弾き方っておかしいけども、うん、こう歌うのに適してるっていうか、こっちへ神経がいかなくても、うん、こうできちゃうという感じですよね。そうだね、ギターの方に神経なくて、うん、歌に神経がいってても全然平気というね、うん、そういう弾き方だから
まあ、あの比較的コピーしやすいというか。そうだね、ですよね、うん、最近のギターの人はあのだいたい和製日本のフォークを聴いて育ってるから、うん、いわゆる我々が勉強したこうギタースタイルっていうのを知らないで吉田拓郎のレコードとかかぐや姫のレコードとか日本のフォークのレコードを聴いてやっぱり育つわけじゃん。そうすると僕我々がスタジオで弾いてたのをコピーしてるとかそういうとこから育ってる人がすごい多いからやっぱりこの際ねもうその前を聴いてみる前を聴いてほしいっていうのはあるよね。あの、まあ、最近 CD で復刻になってるからいろいろ出てますけど、ね、うん、まあいろんなね、うん、ルーツ探しも楽しいということで そうだよね、それもまあギターの楽しみ方の一つということになりますけどね、うん、